これ買ったんですよ。じゃーん。シームっていうやつ。これなんかさ、タバコサイズじゃないですか。タバコサイズ。これいくらだと思う？こんなちっぽけで軽いさ、こんなものがさ。いくらだと思います？これ。こんなね、ものが7000円もしましたよ、ほんとに。マロンで抜け、どんだけマロンが、どうせさ、見てたんだろう、マロンの放送でさ、ね、なんかさ、縦笛をさ、ぷくぷく吹いているのを想像しながらさ、見てたんだろう、気持ち悪い。ほんとに。ね。マニア向けの、これを見てさ、ぷぷぷって吹いてたらさ、うん、これで、ね、見てたんだろう、ほんとに。なんか想像つくもん。うん、なんかさ、そう。で、このタッチの映像でさ、みなみちゃんがさ、ね、橋で、はぁ、はぁ、はぁってやってるさ、汗かいてるシーン見ながら、こうやって立ちながら、みなみがさ、はぁ、はぁ、はぁってやってるシーン見てさ、喜んでたんだろう。気持ち悪い。ね、どういうシーンかっていうと、知らん人がいるか。マニアすぎて。どうせ、今の、この、0.、この1秒だけのシーン見てさ、ね、このシーン見てさ、おかずにしたんでしょ。気色悪い、うん。これからおかず買ってみます。先発には同じことを言いました。何冊買った？ 2 冊。うん。2冊。1241円だった。測定を始めるでいいんか、これ。レンズを台から外し、フロントカメラに乗せる。どうやって乗っけんの、これ。これ消えないんですけど、これ。あ、こういう感じね。これ僕じゃないからな、今。まだ僕押してないんで。はい、え、これ何なの？え、これじゃないでしょ？どれだ？これ光をつけろ。光ってこれか。追加するわ。おかわりするわ、ちょっと。おかわり入れると、どうなんだろう。あ、でもね、これ、行き渡らないんですよ、なんか。あ、いかん。ちょっと待って。いかん。ああ。まずいことになった。うわぁ、ちょっと、いや、棒が、レンズもどっか行っちゃった、今。いや、どっか飛び散っちゃったよ。ちょっと待ってよ。レンズがどっか消えた。いや、ほんとやりづらいわ、これ。マジで微妙なね、誤差なんですよ、これ。あ、できた。よいしょ。ね、まあ。これ今ね、飛び跳ねてんのが、多分、私のね、皆さんがね、生まれる原型の姿だと思います。はい。録画しとこう。あれ。この動画を鑑定する。鑑定もできるんだ。あれやります。だいぶ精子がですね、元気がなくなってきて、死に始めたんですけど。これ見えないか。逆？え、そんなに多くないよね、でも。普通ぐらいじゃないの？多分。普通ぐらいですね。はい。ちょっと光が強すぎて見えづらいけど。
でも思ったよりグロくなくてよかったね。もっとグロい方かなと思ったけど、思ったよりもグロくなくて落ち着きがないやつばっかりだな。でもさ、皆さんもね、この中から人間はね、この中から3億分の1の確率で生まれてきたんだから。だから本当にあなたたちはね、この中からわずか1人、このうごめいてる中のわずか1人だから、すごいと思うぜ、それの可能性は。なあ、わずかね、1名があなたたちのね、現実のこの地球上に生まれて日本に生まれるって考えたら、相当な奇跡だと思うよ。うん、これは、ね、こうするとわかりやすいか。なあ、まだ生きてるね、これ。うん、すごい生き生きして。